今回は30代のハイヤーしたいサラリーマン投資家。僕のですね、2020年8月現在の配当金状況をちょっとご紹介してみたいと思います。ちょっとだけですね、まず最初に僕の紹介をさせていただきたいと思うんですけども、まあ、僕はですね、30代の素人投資家になっておりまして、サラリーマンしながら、YouTube で副業、そして趣味のパチスロでですね、ちょこっとお小遣いを稼いでる、まあ、そんな人間なんですけれども、 45歳ぐらいにサイドファイヤーしたいなと思って、日々いろいろとですね、資産ケースやってるところでございます。で、実際ですね、このチャンネルっていうのは、高配当 ETF とか、投資信託の配当速報、お得な運用方法をご紹介したりとか、あとは、日本株や米国株の個別株、高配当銘柄や長期保有できそうな銘柄、あとはちょっとだけですけど、株の集体なんていうのも紹介しております。そして、証券会社の情報。 今、ネット証券も非常に増えてきたり、各社いろんなサービスを行っておりますけども、こんな新しいサービスが始まりましたよとか、実は皆さん知らないけど、この証券会社めちゃくちゃ便利なんだよ、みたいなことを紹介しております。よろしければですね、チャンネル登録、そしてコメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、本題に行きましょう。皆さん、投資するにあたってですね、目標って何かありますか僕は投資始める前ですね、 65歳で定年退職した後に年金もらい始める年齢。この時に毎月10万円ぐらいプラスアルファでお金があれば、まあ、老後困ることはすぐにはないかなと思って投資を始めました。YouTube を始めた頃はですね、ちょっとそれよりも前倒し、働きながら毎月10万円あれば、もうちょっと今の仕事より楽しくなるかなと思って YouTube を始めました。で、現在ですね、まあ、チャンネル登録者数も2万人を超えてきて、 え、逆にですね、最近はあんまりこういう、毎月こんだけ欲しいみたいなことを意識しなくなってきたんですね。多少なりお金に余裕ができたっていうのもあるのかもしれませんけれども、始める前ってすごい漠然としてて、本当に達成できんのかなみたいな感じだったんですけども、実際に積み立てと副業を継続してきて、あ、このペースでいけばなんとかいけそうだなっていう見通しが立ってきた。で憧れがちょっと薄れてきたんかなと思ってます。えー、僕のですね、現在の資産状況、 主に楽天証券と SBI をメインにサブでマネックスを使っているっていう状況です。個別株はもうほぼ SBI に集約してて、現在国内株式237万円程度、米国株式が1600万円を超えてきたというところです。配当金がどれぐらいなのか。こちらが2022年1月現在の配当金の月別推移になってきます。 僕、1600万円ぐらい米国株投資してるんですけども、配当を出してない銘柄にも投資をしているので、配当金額としては決して多くありません。平均してみると、毎月40ドルぐらいかなというところです。月によってですね、ちょっとばらつきはあるんですけども、8月末現在で合計が360ドルというところでした。これをですね、月別ではなくて、個別銘柄別で見てみたのがこちらになります。 一番ですね、配当が出ているのが GXTG。これ何かというとグローバル X 社のテーマ株 ETF の詰め合わせパックになってます。続いてがですね、Apple と Microsoft がほぼトントンというところでしょう。で、その後に VOO ができて、この次に登場するのがこの銘柄ですね、LOW。ということで、僕のですね、ETF を除いた個別株の配当金のランキングはこんな感じになります。Microsoft とか Apple はもう皆さんご存知だと思うんで、 せっかくなんでちょっと僕のお気に入りのこのローズを少し紹介させてください。こちらですね、皆さんご存知でしょうか、えー、米国を代表するですね、ホームセンターになります。競合としてはホームデポが挙げられるんですが、多分そっちの方が有名じゃないかなと思います。ローズは時価総額が1240億ドルで、米国第83位。決してですね、上位ってわけではありません。セクターとしては一般消費財セクターになってきて、比較的景気には敏感な方です。 この銘柄採用されている ETF としては、ティッカーシンボル MILN や、ティッカーシンボル VCR、v ンガードコンシューマーディスク Discretionary Index f u まあ、多分ですね、VCR はなんかバンガードのそういうのなんだなってわかると思うんですが、MILN、皆さん聞かれたことありますかねま、あないだろうという前提でですね、動画作ってるんですけども。こちらは、グローバル X 社が提供している、グローバル l l e n i a 世代 ETF という、 こんな ETF になります。なんか、どっかの世代を狙い撃ちしているような ETF らしいんですけども、まずこの、英国ミレニアル世代というのが、1980年から2000年生まれの人を指してます。僕なんかもこれに当てはまってくるんですけども、この人たちって今ちょうど、比較的、金銭的に余裕が出てきて、世界の経済をですね、回すための消費をしてくれるような立ち位置になってきます。 こういう人たちの趣味思考に合わせてですね、恩恵を受けれる企業に投資するという、そんな ETF になります。採用銘柄上位としたしましたこんな感じで、見てください、ここに。皆さん、使ってますよね。スターバックス。そして、ローズがここに含まれて、競合のホームデポがあったり、アップル。皆さん、iPhone 買ってますよね。あとは、コストコで休日に爆買いしてたり、ディズニーですね。ディズニープラス使ったり、ミッキーグッズ買ったり。 そして booking.com で予約しているという感じでですね。今時の人たちを狙い撃っているような企業ばっかりです。こんなですね、ETF に含まれているローズ企業としても連続増配年数は50年超え、配当王です。にもかかわらず増配率はここ5年平均でもセン数ということですごい成長し続けている企業です。 この企業自体のビジネスがですね、日本だとホームセンターってなんかパッとしないイメージですけど、アメリカは家の配送とかリフォームにめちゃくちゃお金使うんで、ちょっと日本とはこの企業の立ち位置っていうのは違うと思ってます。実際ですね、配当利回りは2%程度で増配率が18.77、連続増配58の配当成功は27ということで、どれもですね、非常に優秀な成績。分配金もこんな風に、ちょっとですね、 長期に取りすぎてるんでピンとこないですけども、なだらかに上がってきてるのは分かっていただけるかと思います。株価はですね、VOO に比べて年初来5%ほどアンダーパフォームしてます。取りようによっちゃ今が仕込み時かもしれません。さて、まあ、こんな感じでローズのちょっと説明長くなりましたけども、僕の現在の状況っていうのは、配当金360ドル。これ年換算すると約540ドル。日本円で74000円ぐらいで、 三額1650万円とすると、利回りとしては0.44%。途中で銘柄追加とかもしてるんで、実際はまあ0.6%ちょっと切ってくるかなとか、それぐらいだとは思っております。決してですね、高くないですよね。 そして、それに加えて僕は現在日本株にも投資を行っております。この保有名柄を見てもらうと、ああ、こういうの買ってる系ねっていう、多分、すごいあるあるなポートフォリオだと思うんですけれども、現在の配当金情報を少し紹介させていただきます。武田薬品が6月に7172円、KDDI が5180円で、オリックスが3714円。合計して16,066円。 もらえているところです三菱 UFJ とかは最近買ったんで、まだ配当金としてはもらえてません。日本株は比較的利回り高そうな銘柄持ってますけども、まだまだちょっとしかもらってないっていう状況です。この中では SBI ホールディングスなんていうのをちょっと皆さんにご紹介させていただきたいと思うんですけども、SBI 証券でおなじみのこの会社、それ以外にも銀行保険とかの金融サービス、あとはベンチャー企業への投資をする アセットマネジメントとか、医薬品、検食事業、こういったところにもですね、取り組みを行っているという、ちょっとですね、意外なビジネスもやっている会社になります。時価総額としては7400億円で日本比較9 6位。証券業をやってるんですけども、株の集体が結構個性的で面白いんですよね。暗号資産のリップルを受け取れるとか、あとは子会社が販売している機能性食品がもらえたり、化粧品がもらえるっていうところがあるんで、もしですね、 ちょっと仮想通貨興味あったりとか、化粧品とかね、奥さんが喜ぶタイプの人だったら購入してみるのもありかもしれません。年初来の株価リターンっていうのはトピックスに比べて10%ぐらい下回っております。中長期ではリターンはほぼトピックスと同じということで、大きな株価リターンは期待できないんですけども、まあこの企業は利回りも現在5%を超えてるということで、すごいですね。高利回りの企業になっております。まあ配当金僕全然もらえてないなっていうのは分かっていただけたかと思うんですけども、 今後の配当金について、まあ、どんな風に考えているのか。改めて45歳で毎月10万円欲しいなとは思っておりますが、これ達成するためには、利回り4%だと3750万円。まあ、実際今持っている銘柄から、高配当銘柄にしていくにあたっての売却時の税金も踏まえると4200万円ぐらい余裕を持って持っときたいなと思っております。今後の具体的なアクションとしてはですね、まだ3700万円とかに到達してないんで、 今は、ひたすら S&P500 を買いまくる。それと合わせて、米国のトップシェア企業、ブランド力のある企業の銘柄っていうのはやっぱり買っていきたいなと思ってます。そして、将来、配当王になる企業。これは一投資家っていう目線でもですね、頑張りたいと思っているところです。今、P、P&G とか、カコーラとかに投資するっていうのも悪くはないと思うんですけど、やっぱり、この企業伸びてくるんじゃないみたいな感じで、 将来アメリカを支えてくれる企業、そういったところに投資をしていきたいと思ってて、生活用品のチャーチドワイト、スターバックス、マイクロソフトあたりはですね、回答年数そこまで長くないですけど、これから30年と回答を出し続けられるんじゃないかなと期待しているところですんで、タイミングがあればどんどん買い増したいと思ってます。そして日本株についてはですね、こちら ETF とか投資信託ってのは全然考えてないです。 いわゆる人気の後輩当銘柄っていうのを暴落時にスポット買いしていく。それがですね、現状の投資方針になってます。配当利回りのボーダーとしては、取得時の配当利回り4.5%、優待合わせて6%いければなと思ってるんですけど、株主優待は今後もですね、廃止の流れもあるかと思うんであんまり考慮しない予定です。あとはまあ、利回りを一旦無視してですね、勝者株っていうのは引き続き決算の様子見ながら検討していきたいなと思ってます。 さっき持ってた日本株ってリバーリどれぐらいかというと、こんな感じになってます。SBI が圧倒的な高さですけども、3%以上を超えてくる後輩当銘柄が多い中。僕のポートフォリオっていうのは、上3つが主に後輩当、下3つが株主優待や、今後のキャピタルゲイン狙いっていう感じになってます。まあ、オリックスや KDDI は、皆さんもなるほどと思いますけども、半球半身っていう感じの人もいるんじゃないでしょうか。えー、関西の人だったらですね、 こいつらのパワーっていうのはなんとなくわかると思うんですけども、えー、2025年にね、大阪でちょっと大きなイベントがあるんで、まあ、それに向けて長く持っておこうかなと、そんな感じになっております。そして、資産ですね、貯めれた後じゃあ、今のポートフォリオ結構利回り低くないっていうことなんですけども、資産がですね、目標に到達した段階で、徐々にですけども、高配当 ETF にシフトしていこうと思ってます。それが、こちらですね。 QYLD、そして JEPI、VYM の3つです。まあ、これら3つはね、もう鉄板中の鉄板でしょう。ただ、自分がそんだけ資産が貯まるときに、QYLD が今の利回りを維持できるかは、それはまたちょっと考えどころなんですが、これらで利回り6%程度を目指しつつ、徐々に個別株売却していく予定になってます。まあ、うまく損出しと組み合わせすることができたらベストなんですけどね。 一気に全部売って4%の高配当を買ってやるとかっていうのは特に考えておりません。ということでですね、自分の配当金情報、こんな銘柄ポートフォリオに入れてますっていうところ、そして将来ビジョンについての簡単なご紹介だったんですけども、すいません。いつものようにちょっと宣伝タイムいただければと思います。こちらがオックスフォードクラブが提供している無料のメールマガジンになってきます。日本人が知らない年4回。 6つ合わせて年24回の配当収入ということで、無料メールマが登録していただくと、永久に持っておきたい6つの高配当株というのをですね、特別レポートでもらうことができます。まあ、このですね、6つの銘柄っていうのも一つ魅力なんですけども、無料メールマガジン、よくですね、こういうのって皆さん登録した後に、なんか宣伝ばっかりうっとしいわ、みたいなんで読まなくなっちゃったりすること多いんですけど、このメールマが結構ですね、日常生活に関係する投資の話とか、 送ってきてくれて、結構内容面白くなっております。朝の通勤時間2、3分でですね、後輩等投資ってああ大事だよなとか、こういうことがあるからやっぱり投資はしとかなきゃなっていう考え方の勉強になるんで、めちゃくちゃおすすめになっております。概要欄にリンクありますんで、それを押していただいて、このメールアドレス入力のところにですね、メールアドレス入力していただければ、まあレポートも見れますし、これから先ですね、楽しく後輩等株投資やっていきたいっていう人、ぜひ登録してみてください。 今回はですね、僕の配当金の少なさと現状のポートフォリオ、将来ビジョンについて自分語りさせていただいた動画でした。皆さんは目標の配当金額、毎月これぐらい欲しいとかってありますかあとは今回り何目標に買いましてますみたいな、そんな基準あればぜひコメント欄で教えていただければと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。